今回は DCS ワールドのミッションエディターで体感攻撃を設定する方法について解説します。本動画は2節構成になっています。まず第1節では体感攻撃の基本設定について簡単に解説します。そして第2節では空母艦隊への体感攻撃任務を設定して結果を確認します。まず第1節では対艦攻撃の設定について簡単に説明します。対艦ミサイルを積むことができる FA-18C を選択し、タスクをアンチシップストライクに設定します。武装も対艦ミサイルを搭載しておきます。次にウェイポイントに移動した際のアクションとして攻撃タスクを追加します。タイプパフォームタスクでアタックユニットを選択します。攻撃対象はナバル11にするので、グループはナバル1、ユニットはナバル1の1を選択します。使用する武器は対艦ミサイルなので、ウェポンではアンチシップミサイルズを選択します。 RELQT では先ほど選択した武器を1回の攻撃で何発使用するかを設定できます。選択肢はオート、ワン、ツー、フォー、クォーター、ハーフ、オールの順です。マックスアタックキューティーは攻撃回数の設定です。体感攻撃ではチェックを入れて1に設定するのがおすすめです。グループアタックについてですが、グループアタックにチェックを入れると飛行グループ全体で同一のターゲットを攻撃するようになります。まずは1機だけの攻撃を確認するため RELQT をオールに設定します。では実際に確認してみましょう。次に標的艦に対する攻撃角度を設定します。3つのグループを用意し、標的艦の艦首に対してそれぞれ0度、315度、45度の方向から攻撃を行わせるように設定します。標的はロシアの空母に設定しました。では実際に攻撃を行ってみましょう。実際に試してみると315度と45度から攻撃を行うグループは攻撃タイミングがやや遅れましたが、設定通り異なる角度から攻撃できることが確認できました。それでは2節では空母艦隊への対艦攻撃任務を設定してその結果を確認してみましょう。まずレッドチームとブルーチームそれぞれの参加兵力はこの表の通りです。ただしこの動画はあくまでもゲーム上のシミュレーションであり、全ての機能が現実通りに再現されているわけではありません。戦闘結果を鵜呑みにせず、ゲーム内での参考程度にご覧ください。FA-18C ホーネットは常に500フィートで飛行するように設定し、ウェイポイント1に到達すると、レッドチームの艦隊を攻撃するようにしています。2機1エレメントの攻撃隊が合計12エレメントあり、
合計48本の対艦ミサイルで攻撃を実施します。またタイプパフォームタスクでアタックグループを選択していて、空母艦隊全体に攻撃を行うように設定しています。フォーメーションはラインアブレストに設定しています。ブルーチームの F-15C が16機キャップ任務につき敵の迎撃機と戦闘を行います。レッドチームはスホーイ33を16機用意し、同じくキャップ任務を実施。 F-15C と交戦し、生き残ればホーネットへの迎撃に向かいます。レッドチームの艦隊は中心となる空母を機関として、正面にピョーターベリキー、側面にモスクワを配置し、その他フリゲート艦やコルベット艦を周りに置いています。 DCS 標準アセットにはロシア海軍の駆逐艦が存在しないため、今回はこのような編成としました。戦闘を開始し、どのような結果になるか確認してみましょう。
結果としてホーネットの被害はゼロ、 F-15C は8機が撃墜されました。スホーイ33は全滅し、レッドチームの空母艦隊は4隻が撃沈しました。その内訳はアドミラル・クズネツォフ1隻、ピョートル・ベリーキー1隻、グリシャ1隻、ネウストラシムイ1隻です。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。この内容がオリジナルミッションの作成に役立てば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。